吉川千明です。今日はマッサージ講座したいと思います。というのも私は個人的に人が気持ちいいって思っとうような感じの快感というかそういうのをするのがすごい好きで、基本的に全部独学なんですけど、ド S マッサージというのを皆さんに教えていきたいなと思います。それではまず千秋様、横になってください。まずですね、足の裏からいきたいと思います。大丈夫ですか？おさあまずですね、親指の先端、ここね、首くという、鼻はどう？いい、鼻はずっと思う。親指の、親指結構グッて曲がりやすい人はこの指でこういう風に滑らせる感じですね。痛い、強くね、痛いねみたいな感じで M の人をいじめるという感じです。なんかいっぱいあるんですよ、ツボ。でこれは結構ね、ネットでツボの図解図は出てるんで。痛い、こんな感じで、どこに効いてるかはよくわからなくても、とりあえず痛がってたら楽しいという感じです。次に今頭部というところをしていますけど、頭部は大丈夫そうですね。やっている人の反応を見ながらするとより楽しいです。で次、首ね、首最近痛めました。首ね、痛いかもしれない。首も大丈夫そうです。痛い、指のとこにもツボが結構いくつか。痛い、痛い時の左目ですね。痛い。で、左耳も、耳はどうですか？こうなんですか？痛いけど痛いね。で、まあ痛い、ちょっと待って、痛い。いい反応ですね。今左目です。なんかこの図解を見ながら人にしていくと結構ね、いいと思いますけど。次、肩で結構人々が痛がるポイント、一つ目はまずこう足の裏って、ここをギュッてしてください。ギュッてした時にくぼみができるんです、ここに。そこ結構気持ちいいと思います。ここはですね、右の肺ですね。いい、強いって。多分そこまで押せる。ここ今痛いって言ったところは、かかとのちょい下すごいですね。痛い。ここも結構人々が痛がるポイント。痛い。これ痛いけどいいんです、健康に。また人々が痛いポイントは十二指腸と胃のとこですね。ここはですね、こう足があるとしたら親指のここの方いいんです。足の内側の骨と筋肉の中間にあるここがすっごい気持ちいいのでやってみてください。はい、やっていきます。痛い、こんな感じになる人もいます。痛い、リンパ流れてますよね。多分でしょ多分ですよねリンパを流していきます。あ、気持ちだろ。ここが結構、よし、続いてお尻いきたいと思います。太ももは軽くポイント押すぐらいでいいと思います。普段押されない外側の筋肉を鍛えましょう。こん
めちゃ痛いポイントだと思います。お尻がポンってあるとしたらここです。なんて言うんだろう、お尻があるとしたら、ここです。やってみます。高所前、これ、ね、普段あんまり収めないんですけど、高所前ここですね、痛かったのは。おーおーおお、次は腰です。なる腰はその人の程度にいきましょう。高所前、次はタイに行った時にタイ式マッサージの人がやってたんですけども、それをご紹介します。まずここが私すごい人の手をマッサージが得意なんですけども、まず小指と親指の間に小指を入れます。上の方をパンと張らせます。そして押していきます。どうですか。うん、うわー。で、人々が痛がるところのポイントが2つあります。まず親指と人差し指の水かきですね。水かきのこの奥の方を押します。痛い。ここの奥の方のツボは全部のツボが詰まってるということで、お医者さんとかも体調悪いときは押すと言われています。こうなります。結構みんなこうやってしぶとく押していきます。どうですか。ビリビリなるぐらいがちょうどいいです。で、仰向けのマッサージもしましょう。よく言われてるこの伏線、肩と胸の間のもう肩に入り込んだとこのツボです。ここ本当リンパですね。やばい。こんな感じです。こじゃなくてもすらやることが大事です。肩が日頃こうなっている人はこういう風にしたいので、ここを押していきます。これは優しくですね。あと骨盤も多分同じだと思うんですけど、反り腰の人とかはここを押さえられましょう。こうやってほぐしていきます。あと普段はですね、頭皮と目のマッサージもしているんですけど、目はですねここをグーッと押してみましょう。優しく押してみましょう。ちょっと今日頭痛いなって人もこういう風にマッサージをしていきましょう。あと人々が痛がるポイントは、おでこがですねかなり痛いと思うんですけど、もうほんとグーでゴリゴリするだけでも、普段この表情筋を使っててもほぐされてないのでかなり痛いと思います。まあこんな感じで、こうしてアイドル同士のマッサージが終了となります。さちあきさん、いかがでしたか。痛いです。これぐらいがちょうどいいです。これ本当にはい、もうしっかり、まあ聞いてるか、私はすごい独学で人にマッサージをするというのが好きなので、まあ、ちょっとド S な方とかは強めに体に支障がないぐらいでやってみてください。アイドルのマッサージでした。